はい、こんにちは。今日なんですけれども、今ね、広島空港から東京に帰ろうと思っていたんですが、飛行機がなんと2時間半も遅延ということで、まあ、台風の影響ですね。はい。でどうしてもマックが食べたかったんだけど、もうちょっと我慢できねえと。で、空港にマックはねえってことで、ちょっと空港でね、もう好きなもの食べて、1日食べたいものを食べまくりたいと思います。失礼します。いただきます。うますぎてやばい。やばいから、三大大好きです。僕の三大好きなものの一つ、カレーです。いただきます。フレンチトースト、もうパンずっと食べたかったんだよね。いただきます。うん、なぜかサラダ。うん、久しぶりに野菜食った。俺はね、パンケーキよりもフレンチトーストの方が好きなんですよ。止まらないしは。うん。めっちゃうまい。甘い。うまい。デコ血管ピシッ。うん、見てください。発展堂って、あのクリームパンの発展堂のカーブモデルでございます。さすが広島。うわ、うまそう。あ、カーブくんいた。カーブくん、カーブくんの頭くって頭からいっちゃった。うん、うん、クリームパンうまってか、パンをね、やっぱりすごく食べなかったので、パンがね、もう大好き。うん、うまい。あ、同じカスタードクリームの味です。うん、うん、すごいずっしりしてる、お腹が。飛行機がね、まだ
まだなんで、うん、暇です。はい、いろいろ買ってまた戻ってきました。やっぱり広島といえばもみじ、もみじまんじゅう食うの忘れてた。まあちょっとね、あんは食ってたから、チョコレートとあとこのもみじフランスっていう謎のものを買ってきました。はい、これ食べたいと思います。ちょっと食べ過ぎかなと思って一応胃薬飲みました。はい、いやおじさんだからね。はい、いただきます。サクサクふんわり、うんうん、おいしい。小豆のクリームが入っててとてもおいしいです、うん、これだよね、この形。うん、そうそう、うん、やっぱり広島って言ったらもみじまんじゅうですね。うん、うん、ね、実は昨日の夜から食べまくりで、やばい。ちょっと結構ね、胃が結構びっくりしてますけれども、とりあえず今日はね、食いたいもの、食いまくりたいと思います。孫サンドです。はい、成田着きました。ちょっと成田に着いてこれからまた渋谷行くんですけれども、その前に食べたいと思います。カメラがね、ピンポイントすぎて今こうなってたけど、ハマりすぎてめっちゃハマってる。ご利用誠にありがとうございます。ちょうど頃の到着を予定しております。大阪駅西口行きでございます。次は第2ターミナルに停車いたします。はい、こんにちは。ということで、無事、いつもの場所に帰ってきました。でですね、バスの中で甘いもん食いすぎて口が、なんかすっごい甘ったるいんで、
今からね、ちょっと歯を磨いて、で、ちょっとバチッと夜飯食っていきたいと思います。と、その前に余ったスコーン食べます。やばいな、食マジ止まんない。なくなりました。はい、ということで24時間爆食い、最後はこちらのお店で締めたいと思います。はい、俺と言ったらやっぱりここでしょう、あんあん渋谷宮益坂店でございます。ここでいつも通り24時間爆食い締めたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。潜入成功。初めてだ、渋谷宮益坂店あんあんで普通に食べれるのは。それでは早速食べていきたいと思います。もう今日はね、もうね、初回からバウンド宮城亮太バカだ。ちょっと疲れてる。ちょっと疲れてるから面白い言葉浮かばない。大丈夫、いつも面白くないから。やばい、食いすぎました。大会の時が 62.5 ぐらいだったので、そこから何キロ増えたか測っていきたいと思います。ちょっと置いて、おぉやばいやばい、見て 69.4、 24時間で7キロ増えました。マジやべえ、超デブや。大会終わって24時間爆食、もう食いまくりました。そしたら約7キロ増えました。また頑張るしかねえ。マック食ってねえ、チキン南蛮も食ってねえ。それでは